やはりこの出た出た俺のついに出た俺だけのサポーターファミリーがこの空気を作ってくれて、早いいいじゃないですか、買うでしょ、売れるでしょ、これをいいでしょう、はい、これね、早いっすね、さすがですね。いや嬉しいですけど、まあまあ、はい、ありがとうございます。ちょっと恥ずかしい、恥ずかしい。いやでも嬉しいです、うわもうありがとうございます。すいません、もう、はい、なんか3回も言っちゃいましたからね、はい、This is な、3回言っちゃったからもう、はい、でもちょっとあれはやっと来た。だってあれはちょっと興奮しますよね、やっぱり、はい、もう皆さんがやっぱりあれだけ入ってくれて、スタジアムのあの空気感とか体感とか、皆さんの思いみたいなものがこう乗り移ったようなもうゴールだったじゃないですか、3つとも。特に2点目のこの高橋のゴールなんてもうみんなの気持ちが乗り移って、で最後あそこで悔しい思いしてた、やっぱり健太がやっぱりあそこで出てって、やっぱすごいアカデミー出身のやっぱり健太がやっぱトレーニングで見せた通りのプレーして、で最後チアゴがあんなハンマーヘッドして、チアゴもやっぱりいろんな思いがあった中でのゴールなんで、しかも時間とかも点差とかも劇的ですよね。それはもう言っちゃいますよね。これがもうなんか不当の魔力だし力だし、まあ、でみんなをこうつなぎ合わせてくれるっていうか、本当にこう一つになれる、もうこんなやっぱ素晴らしいスポーツないですよね。やっぱ世界で一番愛されてる理由も分かりますし、でまたこのやっぱ清水エスパルスだからああいう風な俺空気になると思いますし、まして 2-0 から3にってできないですからね。年間だってできるかどうか分からない、数年だってできるかどうか分からないの、あの大一番でこうやっぱこうみんなの思いだとかこう気持ちみたいな、もう魂みたいなものやっぱ乗りつったんだろうなっていう風にやっぱ思いますよね。いやちょっと忘れられないゲームになりましたね。だからこそ、まあ、ただでもまだ何も勝ち取ってないんで、またこういうのを機によりこう一体感とか一丸となって、やっぱこうエスパルス愛する皆さんとやっぱ昇格するっていうのが一番大事なんで、また頑張ります。ありがとうございます。皆さんいっぱい買ってください、ぜひ皆さん。これでまた、ね、心とか気持ちを一つにしてやりたいなと思いますね。